はい、皆さんおはようございます。ただいまですね、香港のマクドナルド、朝の5時に来ております。で、これコーヒーを頼んできたんですけども、値段がですね、香港ドルで14ドル50セント、だからこれがだって 1.4 倍ぐらいするから、どのぐらいだ、違う、14倍ぐらいか。だから結構いい値段しますよね。いくつぐらいだ、200円ちょいぐらいですかね。よし、ちょっとずついただいてみます。マクドナルドのコーヒーがね、結構国によって味の違いがあるので、すごい楽しみです。結構いっぱい入ってるみたいと思います。お、あ、すごい、すごいすごい、酸味が強いです、これ。うん、あ、すげえ、俺好き。あの、苦味が強いのが好きなんですけども、酸味が結構好きなんで、すごい濃い。これ、色じゃわかんないですけどもね、この香港に来て、意外とあの、コーヒーが少ないんですよ。いや、コンビニのセブンイレブンにもないですし、スターバックスとかもあるんですけど、全体的に高いんですよ。で、マクドナルドのコーヒーはどうかなと思ったんですけど、やっぱり若干高めですね。200円中だから日本の2倍。だけどコーヒーは美味しい、うん、これ美味しいです。お店の中はこんな感じです。お店はとても綺麗です。だけれども、ありがとうございました。